おい、しそうだな。鍵開いてるぞ。はぁ、若宮ちゃん一緒に暮らそう。10月7日友人を失った僕の前に現れたのは正体不明の危なっかしい男だった。果たしてこれを出会いと呼んでいいのだろうか。万一に備えて記録を取ることにする。もし僕に何かあった時はこの資料の公開を許す。彼の名前は誉れ獅子王。僕は若宮純一。7日目、今日も手がかりは見つからず、日に日に警察の捜索も縮小している気がする。物事に永遠はない。得たものはいつか失う。失ったという事実さえ突きつけてくれれば、全て捨てて前に進めるのに。ふさわしい結末を迎える。そこにお前を連れていくことはできない。あらゆる手を使ってお前を遠ざけるだろう。だが安心してほしい。諸悪の根源をこの手で葬り去れることはこの上ない喜びだ。そして俺が死ぬことで悲しむ人間は幸い一人もいない。そういう生き方をしてきた。どうだ、羨ましいだろう。若見ちゃんには到底真似できないだろうな。とっとと二世者から藪医者に戻れ。 SH